上にいた時にあのコーヒー屋さんであの、ま、窓を眺め窓からこう通る人たちの景色を眺めながらコーヒーを飲みながら書いた歌です。聴いてください。レンゲという歌です。大きなため息。
聞いていただきました。久しぶりなので緊張しましたが、次はですね、奄美大島の私の大事な仲間の同級生のね、ミュージシャン、さっきも登場してくれました。もう一度来てもらってコラボレーションさせてもらいたいと思います。カサリンチュの朝康介。